値段は疑え。どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。こたパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。本日もですね、情報の共有目的として新しい完全ワイヤレスイヤホンが発売されますので、そのお話をさせていただきたいと思います。今回、新しく出るのはですね、サウンドピーツから Air4Pro というものが発売になります。画像に関してはね、ここの見た通りになるんですけども、まあ、いつもの、筐体に近い、形で、発売されるようです。で、中を細かく見ていきたいと思うんですけども、これが裏側ですね。あなたを満たす極上の音体験ということで、アプトイックスアダプティブの拡張技術、アプトイックスロスレスコーデックに対応し、データ伝送の上限が 96kHz 24bit に拡張され、Bluetooth でも CD 品質のロスレス伝送が可能になります。スナップドラゴンサウンド、スナドラを積んでいます。そうですね、あとはですね、音と、自然をつなぐ革新なサウンドということで、革新的に音の心臓部となる振動板にバイオセルロース、純木材パルプ繊維や PU 素材を採用することで、ナチュラルなサウンド、細部まで表現できる解像度を実現できますとなっております。また、音楽だけでなく通話品質もいいですよということなんですけども、今回ですね、Qualcomm の aptX Voice というものを搭載し、標準的な通話品質と比べて解像度が飛躍的に高まり、約2倍になるそうです。声の輪郭まで明瞭なものを高品質に、伝送することが可能になるそうです。ノイズキャンセルですけれども、音質を損なわない、圧迫感のない自然な、アクティブノイズキャンセリング効果を発揮し、いつでもどこでも静けさの中で音楽の世界に没頭できます。音質を損ねない、圧迫感のない自然な、アクティブノイズキャンセリング効果で、いつでもどこでも静けさの中で音楽の世界に、没入することができます。バッテリーですけども、イヤホンは、単体でですね、最大、6.5 時間、充電ケース併用で最大26時間使用することができます。通勤、通学、オンライン会議など、またジムなど、ワークアウトのお供としても、最適だと思います。Bluetooth はバージョン 5.3 となっております。防水規格は IPX の、4ということなので、生活防水レベルとなっております。今回もね、全部入りの、コスパのいいイヤホンになっているというものになりますね。簡単なご紹介でしたけども、あとはお値段ですね。実はですね、こちらがですね、はい、こうなります。今なら超お得 32% オフということでですね、早期の予約キャンペーンというものを行っております。発売日は、2023年10月25日の水曜日、ちょうど1週間後ですねになるんですけども、通常価格8480円のところ、赤字覚悟って書いてありますね。赤字覚悟で 32% オフの5766円で Amazon の方で、購入することができます。我々がすることはですね、まずメールアドレスを、早期予約キャンペーンのページで登録する。それだけです。そうするとですね、10月20日の金曜日から、登録されたメールアドレスにクーポンコードが届きます。クーポンの、利用期限ですけども、2023年10月25日の水曜日25日、日付変わってすぐですね、0時、1分となっておりますから10月31日の火曜日、の23時59分まで、利用が可能です。応募の期間は10月9日月曜日の、12時も始まってますね。
で、10月24日の火曜日の23時59分まで応募することができますので、まだまだね、時間ありますので、約1週間ありますのでね、皆さん、ぜひ早期予約キャンペーンの方に、メールアドレスを登録してですね、思いっきりコスパで、この商品ゲットしてみたいと思いませんか。ぜひね、挑戦してみてください。赤字覚悟ということなので、経営は傾いたら面白いんですけどね。というわけでですね、サウンドピースから、新しいエアー4プロっていう、完全ワイヤレスイヤホンが登場するよ、超お得に 32% オフで最初から購入できますよっていうお話でした。私のお話の方は以上となります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。この情報が少しでも役に立ったよと思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、皆さんからいただける高評価が多いほど私の動画作成モチベーションがバキッと上がりますので、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、前回はですねイヤーファンさんの方から、またコスパなね、そして 30% オフで発売するっていう、またすごいイヤホンを紹介させていただいたんですけども、今回はサウンドピースの方から同じく新しく新製品で最初から 32% オフでゲットできるよっていうお話に、なっております。どちらもね、優秀なメーカーですので、ぜひね安い価格で手に入れて、一緒に音楽楽しんでいきましょう。はい、それではですね、私とはまた次の動画でお会いしたいと思います。お互い素敵な音楽ライフを送っていきましょう。また何か動きがあれば動画の方出させていただきます。はい、それでは皆さんごきげんよう。バイバーイ。